なるほどでは平家追討は今すぐというわけではないとだが今さら平家に使者を送るかもしれないとはそんな考えでは下手したら追討そのものがなくなる可能性もありえるぞ何はなくとも三種の神器の奪還が第一というお考えはわかるが。 だが法皇様は平家を必ず撃つつもりではあるんだろうじゃなきゃここまでついてきた武将たちも納得しないよ。みんな打倒兵家に賛同したのに。とはいえ正式な平家討伐命令が下るまでは動きようがない。との法王様は他に何かおっしゃっていましたか え頼朝様に貴族の姫だとうらやましい何とも急な話ですが頼朝殿のお立場を考えれば当然のことでしょう。ええそれに朝廷との強いつながりができることは源氏にとっては良いことでしょう。 そうです。平家もそうして外籍を増やすことによって朝廷での力を強くしていきましたから源氏が平家に成り代わるとなればそれも当然か殿にも喜ばしいことではありませんか頼朝殿の奥方となれば。 ににとっては姉上になられるお身内が増えるではありませんか頼朝様にとってはいい話だよね向こうからの提案なんだし。 断る理由はないものなあ,あってことは殿にもいずれ同じような話が来るんじゃないか羨ましいぞ殿貴族の姫なんてあ殿どうした朝よりもさらに元気がないように見えますが。 もしやどこか具合でも。 なんと、平家の追悼を見合わせ使者を送るですと。まだ決まったわけではないおそらくは私に対するけん制だけん<成>朝廷は源氏を第二の平家にするわけにはいかない源氏が力を持ち一強になることを恐れているのであろう あくまでまだ平家という選択肢があると示しておきたいのだ。後白河法皇、あの清盛でさえも最後まで完全には意のままにすることはできなかった。一筋縄ではいかぬ。それに現状をうちに取り込みたいのだろう。私に貴族の嫁を取れと言ってきた。 なんと。ですが、今後朝廷との結びつきは切っても切れないもの。強いつながりができることは、我々にとっても良いことではありませんか。それに私は、殿の縁組には賛成でございます。何今現在、 殿の身内は義経殿しかおりませんからな殿の弟ということで樹木を集めているところも多分にありますですが殿に奥方ができ身内が増えれば殿の関心含めそれも分散されるというもの身内が増えれば これより平家は瀬戸内を中心に味方を集めつつ再起を図る勢力が十分となった暁には再び京に攻め入る良いな父上どうかお任せくださいその時にはこの範常が先陣を斬り憎き義仲と頼朝の首を討ち取りに参ります 失礼いたしますおお都へ偵察に行っていたものだなどうであったそそれが都を占拠した木曽義仲が撃たれました <laughs> 義仲が撃たれた俺たちを都落ちさせた男だぞ <laughs> 一体誰に撃たれたと言うんだ 集めた情報によりますと後白河法皇様の直視により源頼朝が軍を率いて鎌倉より京に攻め入ったとそれじゃあ義仲を討ったのは頼朝ってこといえ源の義経が一騎打ちの末に義仲を倒したという話です<っ>義経 あいつが… <laughs> へえやるねえ同じ源氏の義仲を撃ったってことかもっとアマちゃんかと思ってたけど義仲を倒した頼朝軍はそのまま今日を拠点としております <laughs> では頼朝軍はここ一ノ谷に攻め込んでくるつもりか まだ戦の準備は進めていない様子ですがいつそのような事態になってもおかしくないかとなんだすぐにでも義経と戦えるかと思ったのにそれじゃつまらないなねえじゃあさいっそこっちからもう京に攻めいろよ待て物事は慎重に進めなければならぬ 先ほども言った通りまずは仲間を増やすことが先決それに今日の状況が変わったとなればもっと情報を集めねばならぬ今日の状況ね。 さあ、いらっしゃい今日、採れたばかりの野菜と川魚だそのナッパちょうだいあと魚もはいよ ここで商売してくれて助かるよこれもみんな吉中軍を追い出してくれた鎌倉様のおかげだな違いない鎌倉様様だ シャ,ナ王様シャナ王様ではありませんか商いのため平泉より参りましたそれよりもシャナ王様大層なご活躍ぶりですな巷でも評判でございます ああ、そういえばもうシャナ王様ではなく義経様でございましたな秀衡様もお元気にされております頼朝様の挙兵から平家との戦いまですべて把握されております 皆様のご活躍を聞き大変喜ばれておりますよそれと同時にいつも祈っておられますええ必ずや平泉へまたいらしてくださいそれにしても 今日はすっかりり変わりましたな。平家がいた頃よりも活気があります頼朝様のご評判もすこぶるよろしいようで何やら貴族たちがこぞって自分の娘を腰入れさせようとしているとか。 どうされたのですかご気分でもその話というのは「気持ちが沈む」ああそれは。 兄上様が書体を持たれることがお寂しいのでしょうええ、たった二人きりのご兄弟しかもようやく会えたお二人ですから慕っておられる兄上様が取られてしまうようでお寂しいのでしょう ええむしろ喜ばしいことでございますからええもちろんです時間ができましたらぜひ立ち寄らせていただきますでは私はこれで。 義経様どうぞお元気であ殿はいないのか町の様子を見に先ほど出られたよ。 友を申し出たが一人がいいと断られたなんだ殿と手合わせしようと思ったのにおや私では不服かそういうわけじゃないが兄者は容赦ないからなまと殿もないが安心しなさい 今日は剣の修行ではなく兵法の勉強をしよう全部読み終わるまでは解放しないからそのつもりでやっぱり容赦ないじゃないか二人とも今日も鍛錬してるのこれは頼朝様それに高綱も。 お疲れ様ですうん義経はおらぬのかはい先ほど町の方へ出られましたがそろそろお戻りにあっをすればだね。 構わぬ。殿、俺に何か用か殿、用事であれば私が。 忠信よりもしっかりこなしますよ俺も俺も忠信殿より、きっと役に立つよなんだと、二人とも大事なようであれば、私の方が確実ですからどうぞ、お申し付けくださいうん、俺も一生懸命やるよ お俺だってやるぞあっああ分かった。 も、もちろんだ。どこへでも付き合おう。失礼します。あれじゃ、高綱、またなー。なあ、なんで頼む殿じゃなきゃダメなの？ なんだ、この敗北感はとても受け入れがたい殿どこまで行くんだえっ殿一体どんな話を俺に あ、近い。あ、おお、どうしたは 嫁そりゃあめでたいことだから喜ぶと思うがお俺が兄者を取られて寂しいってうわ想像しただけで寒気がするそんなことみじんも思わないだろう どうしてそんなこと聞くんだ。あ、もしかして頼朝。う、うん、うん、うん。く、苦しい。 <laughs> 今のは本当に死ぬかと思ったぞだがその殿は寂しいのか ま、殿たちはずっと離れ離れで、兄弟をやり始めてからまだ日も浅いからな。まだまだ兄に甘えたいところなんだろう。 殿寂しかったら俺たちがいつでも殿の兄上代わりになってやるからな <laughs> 俺も兄者も弁慶もみんな年上だ殿が寂しいなら好きなだけ暴いてくれそれは残念だなあ だがまさかトノがそんなかわいらしいことを思ってたなんてわかったよ <laughs> ああ ならば、殿と俺、二人だけの秘密だな。 義経、ね、話がある。 近くに《常日頃より思っていたことだが義経、ね、お前には将としての自覚が足らぬ》 目下に対する態度だあまり臣下ちに心を寄せすぎるな己の立場をよくよく理解しろお前の臣下ちも気やすすぎるこのままでは式にも影響が出よう 血だと何を言っているお前の身内は私だけだお前もそう言っていたであろう私たちには互い以外の身内はおらぬよくよく心に留めるのだな

肉親のはい義経。 もう、よい。下がれ。下がれと言っている。<laughs> 肉親の愛だと。なぜあんなにもまっすぐな目で言えるのだ。 このままではダメだ。なんとかしなければ。 皆様お久しぶりでございますおお吉次殿ではございませんか久しいですなその説は大変世話になり申した変わりないようでよかったそれで今奥州の方はええ 変わらず平穏でございます。秀平様も息災でいつも皆様のことを案じておられますそうかよかったな姉じゃんそれで吉次殿は京へは飽きないできたのかええさようでございますですが義仲殿や平家の頃と比べ 今日も商売がしやすすくなったと評判でございますこれも皆様のおかげでございますな商人の間でそのように言われるとは喜ばしいなええそれもあって商人たちの間では最近頼朝様のお話ばかりでございます。 ええ、とうとう縁組をお決めになられたとかご婚礼の支度の品々を広く求められるという噂が商人たちの間で広まっておりますおおそれはめでたいお話ですなお相手はもう決まったのだろうか さあ、そこまでは噂では聞きませんでした殿ええ本当に私もそれで参った次第です。 あはよくば金でも買っていただこうと <laughs> しっかりしているなおおそれはありがたく存じます <laughs> 義経様 お元気そうでよかった少し心配しておりましたので心配ええ兄上様が縁組されるかもしれないという話を聞いてお寂しく思っていたようでしたのでですがそんな様子もありませんでしたな安心いたしました ああそうだな。 朝廷がどのような決定をしようとも我らは我らで平家を撃つ用意を進めねばならぬ水面下で動くのでしょうかいや公然と進めるのだ朝廷がこちらを牽制するようにこちらも向こうの動きを抑えることが肝要あくまでこちらには 平家追悼の意があることを示すのだうんまさに朝廷との駆け引きというわけでございますな駆け引きといえばこちらを取り込まんとする殿の縁組もそうでございますなまた噂を聞きつけてきた商人が何人かやってきた模様ですが 対応しておけはですがこんなにも早く殿が縁組を決めるとは思ってもおりませんでしたしてお相手はいずれの姫君でしょうか決めてはおらぬ朝廷が行ってくる姫をそのままもらうかもわからぬだが嫁は取る そうなのですかお前の言う通り身内を増やそうと思っただけだお身内をそれは素晴らしい殿のお身内が弟君だけというのもあれでしたからな近頃では殿も弟君に情といいましょうか 目をかけられておられるようでしたので少々危惧しておりました何を言っている情などないあれは弟であるがあくまで勝つための道具ただそれだけだ 聞いていたのか ちょうどいいのではないですか自分の立場を理解していただかねば。黙れ殿 よし、ね、待てならぬ。 お前を探していたお前が言っていたからどうしても寂しくて眠れない時はここに来ていたとここでお前が泣いていると思った。 大丈夫だ、無理はするなよそうだ。 先ほどの言葉は、言い訳はしないお前は勝つための道具だと私は確かに言っただがそれは私も同じだ我が志は打倒平家にあらず。 平家を倒し、源氏の宿念を晴らして終わるものではない。悪しき世を壊し、新しき世を築かねば、意味がないのだ。それが、私が天に与えられし宿命。生き残った意味。 強大な古い勢力を倒し、正しき新しい世を打ち立てるには、死に物狂いで戦ってゆかねばならぬ。聖堂のもと、打破しては進み、壊しては作る。天の僕、道具となり、ひたすらに突き進まねば成し遂げられぬもの。そこには、 己という一辺の死もあってはならぬのだ <music> 重視で全てを失ってから。 私はこれまでそうして生きてきただがお前のこととなると心が乱される割り切れぬ感情が現れるのだきっと私とお前は近づきすぎた。 お前は言ったな。私とお前の間に、主玉がごとき繋がりがあると。だが、そんなものはあってはならぬのだ。だから、お前から距離を取ろうとした。身内を増やし、お前との繋がりを薄めようと。 義経、ね、お前が肉親の愛情を私に求めているのは分かっていた。あまりにも強く、まっすぐに。私は、それが怖かった。一足飛びに私の心に触れて来ようとするお前が。何より、 それに応えたいと思ってしまう自分が誰かを愛せば死は捨てられぬそれに 私はもう二度と愛する肉親を失いたくない。 義経。 お前は、それでいいというのか <laughs> <laughs> 義経私は。 避けられちゃったお前が今日にとどまってるって言うからわざわざ様子を見に来たんだよ兄上が行ってこいって言うからさ重平だと 平家の患者がすでに何人か入り込んでいたがまさか直径の者まで出向いてきていたとはな <laughs> どうしても義経に会いたかったからね何本当は様子見だけのつもりだったのにお前のこと見てたらつい切りかかっちゃった。 こんな蔵間の山奥まで追いかけてきたんだよねえ少しはねぎらってよ冷たいな本当なのに俺も兄上もお前にすごく興味があるんだよ義仲なんかじゃなくて お前がもっと早く今日に来てくれればよかったのにそうしたら三人で楽しく遊べただろ兄上と話してたんだお前を倒して連れ帰ろうって <laughs> 何よってだからお前の秘密のことだよ 兄上と一緒にお前を捕まえて秘密を暴いてやろうって言ってたんだそうお前のその力どうしてお前が平家の俺たちと同じ力を持っているお前は何者なんだフッフ平家と 同じ兄上も言っていたよお前はこっち側だってああそれに兄上は別のことも疑ってたみたいお前は本当は女おっと <laughs> いき斬り,りかかる重衡様、加勢いたします。平家の患者か。 なんだよお前たちついてきちゃったのどうでもいいけど俺の邪魔はしないでよ兄上そういえばお前藤川でもそいつのことを嫌に守っていたね兄上ってことは もしかしてそいつが頼朝,なの頼朝だと重衡様ここでやつを仕留められれば平家にとっては願ってもないことふん。<laughs> <laughs> 俺は興味ないけど好きにしたらこっちは義経と遊ぶからさ義経迎え撃つぞお前の相手は俺だよ義経 頼朝、覚悟、はあ、何よそ見してんのさ 藤ジカワでは油断してやられちゃったからね。今日はしっかりやり返してやるよ今日はあの力は使わないのお前が使うなら俺も遠慮しないけどああでもダメか。 お前を殺しちゃったら、連れて帰れなくなっちゃうもんねくせよっ<ー>くそ <laughs> よしすね、待ってよ。 残りを通しすぐさまそちらへ行くげっ邪魔するなよこっちもグズグズしていられないなちょっと本気出すか お前と同じだろだから言ったじゃないかお前はこっち側なんだってさあ行くさ確かにあれは藤川の時に見た義経と似ている一体どういうことだ きよしね今かせするそうそう俺たちの邪魔しないでよ俺はこいつを倒して連れ帰るんだから何を 行くよさせるかもっと危ないなんだよお前邪魔するな俺が用があるのはヨシスネだけなんだよ黙れ なんだよやろうっていうの平家の直径がのこのこやってきたのだこちらこそ今この場で息の根を止めてくれよう。 ふ<ス><す>ん二人がかりでも別にいいけど。頼朝死ね く、くそああ何やってるんだよそれ毒だってのにそれかなり強い毒だからもう助からないんじゃないなんだと せっかく連れ帰って遊ぼうと思ったのに死んじゃったら意味ないじゃないかああ,あつまんないもういいや義経来世で遊ぼうねしっかりしろ 今針を抜いているよし義れ 誰はどこに刺さっている <laughs> これは角日様大変でございますお客様がいらっしゃいました客だと こんな夜更けに一体誰が訪ねてくるというのかそれが源氏の御大将様でございます何ひとまずシャナオの容体は落ち着きましたようで今はよく眠っております。 視覚が解毒剤を持っていたのが幸いでしたなそうか悪いがあいつの容体が落ち着くまで世話になるお気遣いは無用にございますこちらこそシャナ王の命を助けてくださり誠に感謝いたしますいえシャナ王などと言ってはなりませぬな 今は立派な源氏の将義経殿でございました本当にご立派になられてここで修行していた日々がつい昨日のように思い出されます源氏の抜しであったあいつは生後すぐこちらに預けられたのであったなここで武芸と兵法を学んだと。 ええ、義経殿は幼き頃より文武に優れた源氏の御曹司として有名でございました御曹司か各日答えよなぜ女のあいつがここ蔵間寺で男として育てられた と殿先ほど毒屋を抜こうとして知った隠し立ては許さぬ全て正直に答えよわ <laughs> かりました時は殿の希望でございますあの子を 源氏の御曹司として育てることを望んでおられました常は御前もきっと常盤殿は信じておられたのでしょうあの子に源氏の子としての天與の才があることを常は御前は今どうしている 吉中軍が京に入ってきた際に一条殿と共に京を後にされたと聞きましたそれ以降のことは分かりませぬ京に戻ってきているのかそれともどこか遠くの地で暮らされているのかそうか頼朝殿 一つお願いがございます。あの子はきっとここまで、あなたの弟として、男として、懸命に務めを果たしてきたことかと存じます。どうか、女であるということで、その役目を奪わないでやってくださいませ。きっと傷つくことでしょう。何とぞ、これまでと変わらずに、 お願いいたしますあいつは男ではなく女だっただが秘密はそれだけなのかとおっしゃいますと そう、お前のその力どうしてお前が平家の俺たちと同じ力を持っているお前は何者なんだ <laughs> 平家と同じ <laughs> いや夜が明け次第 私は山を下りるあいつはしばしここで休ませてやってくれかしこまりました義経あいつは一体何者なのだ 気がついたか無理をするなまだ毒は抜けてはおらぬお前は昨夜 頼朝殿に連れられてきたのだ平家の手の者の,の毒を受けてすでに都へ戻られたお前は回復するまでここで休養するようにとのことだ。 お前が無理をすればかえって周りに迷惑をかけるというもの治るまでしっかり養生することだ <music> そのように思う必要はない。 よりとも殿とよくよく話をするがよいお前と兄との関係はそれで揺らぐようなものなのか より友殿と悪しき世を壊し新しき世を打ち立てるそのようにおっしゃられたのかそれは並大抵の覚悟ではないな。 ああ、そうだだがそれだけではない良いか義経古い勢力を打破するそこに恨みや辛みが生じぬわけはないそれが強大な力を持つ平家ならなおのこと強ければ強いほど脇目も振らずに 死に物狂いで戦わねばならぬのだそうした圧倒的な力でなければ強大な古い勢力は打ち壊すことはできぬそしてそのような打破の仕方は倒した無数の人々から憎悪されるもの故にこのような悪気がごとき 破壊を行う英雄の末路はえてして悲劇と決まっておるのだたとえ悲劇で終わろうともおよそ普通の人間では成し得ぬことを遂げてみせるそう覚悟されているのだろう。 頼朝殿に付き従いたいというのであればお前にもその覚悟は必要そのことを忘れるな。 そうか頭では分かっていたつもりであったがいつまでもお前を鞍馬のシャナおと思ってしまっていたな良い目をしておるお前のその覚悟きっと頼朝殿にも伝わっておるだろう。 殿、お戻りになられたのですなそれで義経殿は昨日平家の者に襲われた義経は怪我をしたゆえしばらく鞍馬寺にとどまる何ですとそれで殿は何ともございませんか問題ない。 それよりも以前話した平家追討の準備を急ぎ進めるのだ私たちが襲われたことを理由に一気に畳みかけるもう死者などと言っている場合ではないと朝廷に圧力をかけるのだ私は謁見の申し入れを進めるその間にお前は兵をまとめておけはっ それからもう一つお前に頼みたいことがある何でございましょう人を探してほしい人でございますが一体どなた時は御前義経の母親だ 体の方はもう良いのか無理もない頼朝殿としっかり話をするのだぞ。 シャナオ無事だったか殿心配いたしましたぞ平家の者に襲われたと聞き驚きましたそれでお体の方はもうよろしいのですか あ,あ頼朝様は殿が平家の者に襲われたことを理由に平家討伐の件を朝廷に承諾させようとされているそうだこのまま日和見を決め込むのなら再び平家は京に攻め込むだろうと打って出なければまた京が戦場となるそれでもいいのかと。 ええ。それを受けて、梶原殿も戦の準備を進めております。無論私たちも、いつでも出陣可能です。 る そうか。 お前が、女だということか戦場に駆けつけたお前が、女であることを明かしづらかったことは、想像に難くない。 何よりお前が女であったところでこれまでの戦果がなくなるいわれはない謝罪は無用これまで通り私のもとで働くがいい。 妹…かいやそれよりも現在の状況は聞いているかそうだ 平家の軍勢は都落ちする際には7,000ほどに減っていたが西国で力を取り込んで兵力を盛り返してきているらしいやつらは瀬戸内海を制圧し中国地方四国地方そして九州をも支配したすでに京のすぐそば福原まで勢力を伸ばし一の谷に陣を作っているという。 このままでは、平家は再び京へ攻め入るだろう。その前に撃って出ねばならない。義経、お前もいつでも出陣できるよ。う準備をしておけ。 まず敵陣を挟み込みを二手に分かれ進行する正面にあたる山陽道から私の軍がそして裏口にあたる丹波方面から義経の軍が進軍するそのまま義経の軍は妻から回り込み平家の陣の西側にあたる明石まで抜け東側の我が軍と挟み撃ちにするのだ。 この作戦の要となるのは軍を二手に分け東と西から同時に敵陣を攻めること特に西から攻めるお前の軍は険しい山を越え回り込まなければならぬそして私が東から攻めると同時お前の軍も西から攻めるのだ 万が一お前の行軍が遅れ開戦に間に合わない場合は私の軍だけで平家の総力に攻め込まねばならない一の谷は北は断崖絶壁南は海に守られた天然の要害。攻めるのは容易なことではないそれゆえお前が西から攻められねば私の大手軍は 兵家の総力に向かい撃たれる兵家の総力を一手に受ければ我が軍は全滅だよいかこの作戦お前が少しでもためらいを見せ好機を逃せば失敗に終わるそれほどに重要な立ち位置を お前に任せる私の思いをよもや無駄にするようなことはせぬと私は信じているぞ任せた。 皆の者よいか明日は行幸とともに出立つ今夜は早く体を休めるのだはっ殿。 よろししいでしょうか。どうしたこのような時にご報告すべきか迷ったのですが先日殿に命じられました件で時は御前の居所がわかりました何 今日ののにてて保護されているとのことこ夫側の縁者を頼り今は小さな屋敷に身を寄せているそうです今日の外れ場所の詳細を教えろ殿詳細と言いますとこれより向かうあ 明日は出陣でございますなればこそその前にどうしても確かめねばならぬのだそこまでして一体何をわ、うん、<laughs> かりましたではせめてお供をまた平家の患者に襲われる危険もございます。 道中は誰かをつけるお前は明日に備え休んでおけよいな <laughs> 承知いたしましたまさか源氏の御大将自らこのようなところにいらっしゃるとは お初にお目にかかります。時輪にございます。時輪御座。あなたに聞きたいことがあったきた。担当直入に聞こう。なぜ、義経、シャナ王を男として育てさせたはっ それは……隠し立てや偽りは許さぬ正直に答えよ <laughs> 時は盤御前この屋敷にはまだ幼き子らがいたな言わぬと申すならそれ相応の覚悟はしているな <laughs> それだけはどうぞお許しくださいならば答えよなぜ女であるあいつを男として育てるよう言ったよもや源氏最高のためなどと申すのよ真実のみを話すのだ そうするよう、言われたからでございます。言われた誰にだ清盛殿の義母である、池の善に様です。 良いですか、頼朝殿そなたは何があろうとも生きるのです私が清盛殿に嘆願しそなたの命を必ずや助けて差し上げましょうなぜそのようなことを命を助ける代わりにそなたに頼みたいことがあるのです 父である義朝殿も兄たちも殺された今そなたは唯一生き残った源氏の嫡子頼朝殿そなたには平家の清盛の血を根絶やしにしてもらいたいのですな何をおっしゃるのですか清盛には呪われたおぞましき血が流れています これをこのままにしておくわけにはいきませんまして天皇の血筋に入るなどもってのほか何としても立たねばならぬのですだから私は類代の旧敵である源氏のそなたにお願いしたいのですですがたとえ命を助けられようとも。 私にはそのような力はありません安心なさいそなたには味方を作って差し上げます味方それは源氏の罰師としてそなたの前に現れるでしょうそれはきっとそなたを助けます良いですか 衣類を殺すのは衣類それは清盛の血を断つ者人ならざる力を持つ者なのです人ならざる力それが義経だったということなのか 池の前に半信半疑ではあったが事実私はその後命を助けられ流刑となったそして源氏の罰としてあいつは私の目の前に現れたそしてあの人ならざる力もだがあの力は一体何だというのか 重平は平家と同じと言っていた。ならば、あいつは。時は御前、もう一つ聞きたい。あの者は、そなたが産んだ子なのか。<laughs> 違うかこの秘密は誰にも話すことなくメイドまで持っていこうと決めていたのに池の善人に,に何を言われた <laughs> こうこう取り替えるよう言われました。 平治の乱で義朝様が亡くなられ私は清盛殿の妾となることになりました源氏の棟梁の子である我が子はあのままでは殺されかねなかったのですそこに池の善に様から話を持ちかけられました池の善に様がどこかから連れてきた名も知らぬ赤子を 義朝様の子としてそして我が子は全く別の子として外に託すようにとそうすれば我が子の命は保証するとどこかから連れてきたはい詳しくは存じませんただ 平家で生まれたことだけなんだとその時池の善二様がおっしゃったのです男として育てさせ源氏の罰子として打倒平家の志を植え付けさせるようにと平家の子を敵方である源氏の子として育てさせただと 良いですか衣類を殺すのは衣類それは清盛の血を断つ者人ならざる力を持つ者のなのです <laughs> 池の前には平家の子である義経を清盛の血統をほふる者として育て上げようとしたのか およそ正気とは思えぬそれほどまでにその血を憎んでいたのか頼朝様あなた様の本当の弟君はよいえ本当の弟になど興味はない 時はござん今宵のことは内密に誰にも話してはならぬよいなわかりました頼朝様御用はお済みでしょうかああ屋敷へ戻る 平家で生まれた子。あれは、私の弟でも、妹でもなかったということか。私たちの間に、血のつながりはなかった。肉親ではなかったのだ。 《私の愛》主力《祝欲確かに私も何かを感じた》だからこそそんなものはあってはならぬとあいつを遠ざけたのだ私もそれは肉親の愛知的な死母から来るものだと思っていた。 だが、私たちの間に血のつながりはなかったそれならばあれは一体何なのだ <laughs> なぜこのようなところにいる 義経様も外に出られていたのですねお前は先に戻るですがともならばこの者がいるはでは失礼いたします 眠れなかか。ったのかそれならばわざわざ町まで出ずに庭を歩くぐらいにしておけ今日の町を。 そうか《この辺りも昔とは随分変わった。 チチュの。 兄上かかつてそれは私の言葉だったよく使っていた二人の兄たちに向かって強くて優しい兄たちだった私はいつも 兄たちのようになりたいと思っていたのだそれなのに私はそんな兄たちを殺した。 大みで平家の追手に追いつかれた時兄たちは応戦し私と父上を逃がしたその後追手を退けた兄たちと再会することはできたが友永兄上は深手を覆ってしまっていたのだ。 兄上・大丈夫ですか・・・・友がしっかりしろもう少しでアホがだそこまで行けばしばし休めよう・あ・兄上頼朝すまないこれ以上は無理であろう父上 友はもう無理だこれ以上は連れて行けぬそんな父上お前も自分で分かっているであろうこの傷では逃避は到底無理だ <laughs> このままでは皆平家に追いつかれる。 は兄上を置いていかれるのですかそんな非道な真似はできぬだから頼朝お前が友長を殺してやれえこのまま置いてゆけば平家に討たれ首をさらされるだけそんな非道な真似できるわけなかろう ここで殺してやるのだそそんな父上友長お前も侍ならば分かるであろうえっっ父上ならばせめて私が友長をならぬ 頼朝お前がやるのだんなぜですかお前はまだ生き残る可能性があるからだ <laughs> 子供のお前ならば捕まったとしても命を助けられることがあるやもしれぬだからお前が背負うのだ 背負うそうだ私や兄たちの命そして源氏のすべてをお前が追ってゆけその手始めが友中だ分かったなうう <laughs> 嫌だ死にたくない <laughs> 助けてくれ！ああ <laughs> 申し訳ありません <laughs> 申し訳ありません何 <laughs> <laughs> その後私たちは青墓で平家に追い詰められたその時父上は自分と義平兄上の二人を殺すよう私に言ったのだもはやこれまで頼朝よ,よいなかねてより申している通り。 私と義平の首をはねるのだ決して我らの首を平家の者どもに渡さぬようにしてくれ頼むぞ父上兄上早くするのだ頼朝重成が父上の身代わりとなり時間を稼いでくれているうちに 良 <laughs> いか何があろうともお前は生き残るのだそして源氏の最高をお前の力で叶えてくれそ,そのようなこと私には無理です私は兄上たちのように大きくも強くもありませんそうなるのだ <laughs> 孤独と同じだ生き残った者が力を得るお前は私たちの命を喰らい源氏のただ一人の嫡子として生き残るのだ我らの命を喰ろうて生き残れそして誰よりも強くなるのだ頼朝 <laughs> Ah <laughs> 呪縛そうかもしれない父上や兄上全ての源氏の祝宴を晴らすそれ以外の理由で生きることは決して許されないと思ったそれが唯一だとただそれだけのためにじっと生きてきた。 そうでなければきっと私は正気を保つこともできなかっただが数年たち 人の私の耳にもわずかに外の話が漏れ聞こえてくるようになって初めて平家のことを知った源氏を倒した平家が過酷な政治を行い世の太平は平家一門のみの話であると諸国の侍や民たちは平家に押しつぶされあえぎ苦しんでいると。 怒りが湧いた。父上や兄上、源氏を滅した先にあったのは、そのような愚かな世だったのかと。とても許し難かった。それと同時に、父上の願い通り、平家を打倒し、源氏を再興するだけではダメだと思ったのだ。 《そうだ。そして初めて医師は私のものとなったのだ》父上の医師ではない私が自ら志したものだ。 待ってやるから早くしろ。 本当にそう思う思か。《天命などと大層なことを言っているがどこまで言っても父上たちを殺した事実から目を背けたいだけなのかもしれん》それとも、 ただ生きるための大義名分が欲しいだけなのか。どちらにせよ、弱い私だ。 私が怪我をしていると。 父や兄上を殺した私が得てよいものではない生き延びて得た喜びは殺した身内に対する負い目となり己を苦しめる罰となる私は生きる全て息をすることすらもこの道のためとなるものでなければならない私には許されるものではないのだ甘えも 心安らぐことも、誰かを、愛することも。 私も感じるこれは一体何なのだろうな それで重平そなたはそのまま帰ってきたのかいそうだよせっかく義経を連れ帰って遊ぼうと思ってたのにさああ残念ああでもあいつだったら死に顔も綺麗だっただろうから連れて帰ってもよかったかもね失敗したなあ アニんウ、ね、ェ上。ちょっと切り上げるのが早かったかなだが死んだところは見てないのだろうえうんそうだねならばまだ生きているかもしれない毒を使うものは大抵解毒剤も共に持っているだろう 源氏の棟梁たる頼朝ならばそんなことは熟知しているだろうしねあ,あそっかじゃあもしかしたらまたあいつに会えるかもしれないねああその時こそ秘密をしっかりと暴いてあげようどうして私たちと同じ力を持っているのか 重平か叔父上範常どうしたの今日の偵察部隊から伝令があった頼朝軍数万が京を出達しここへ向かっているとのことだへえとうとう動いたんだして 向こうの大将は偵察の話によると頼朝とその弟義経だそうだお生きてたんだそうそれは楽しみだ我ら平家の総力をもって頼朝軍を迎え撃たねばならないね うん、今回は俺も兄上も戦に出るよもり、お前がやる気を出すなんて珍しいな都落ちした時でさえ大して気にした様子でもなかったというのにそうかなまあ期待外れでないといいのだがね 殿本日の抗軍はこれまで。すぐさま野営の準備をいたしますうん絡めてを担う義経たちとの行軍もここまでとなるのだったなはい向こうは明朝より我々大手軍とは別路を行く予定となっておりますわかった その前に最後の確認を行うでは今呼んでこさせましょうよい私から行く義経たちは死んがりの方であったなはっ 今日の高原はここまでらしい俺たちも野営の準備をしよう昨夜べ雨が降っていたのか地面がぬかるんで大変だったな殿大丈夫でしたか いいないさっきのはイノシシだったええー、見間違いじゃないかな忠信殿が先ほどイノシシを見たと申すのですが高綱殿は見間違いだろうとまったく緊張感のない言い争いをして。 どちらでもいいじゃないかよくないぞもしイノシシだったら捕まえて、みんなで食べられるだから見間違いだよいいところウサギだと思うないいや、イノシシだったイノシシじゃない 止めないでくれ、殿シャナオ <laughs> 大丈夫ですかあっ<あ>ど殿すまないわざとじゃないんだ <laughs> ごごめんなさい <laughs> ど泥だらけですぞお主らもう我慢ならぬ殿に何ということを ですが、ドロが。ドロ、それなら俺もついていく。俺も、せめてものお詫びにあらわせて。 本当に大丈夫か 二人ともそこに座りなさいもちろん正座だこれが戦場だったらどうするんださすがの拙者も怒り心頭にござるはい本当に申し訳ないこのようにふざけた真似は 金輪罪しないように。それから……義経はおらぬのか頼朝様……今、少し離れております。どこへ行った泥を落とされに、川の方へ。 川分かったあ頼朝様どちらへ探してくるお前たちはここにいろ 何をしていた《ここに来たのが私だったから良かったものの誰かに見られたらどうするつもりだ?》 とっさに着物を着たのだろう。これでごまかしたつもりか お前は女であることを隠しているのだろうもっと気をつけろ早く着衣の乱れを直せ明日のことで話がある。 そうだ。お前のところへ赴いたのだが川の方へ向かったと聞いたのだ手狭そういえば一つ確認したいことがある。 まさかとは思うがお前は他の者と同じ人膜で寝ているのかこうした行軍の時だどうしている 泡に落ちた際もザコネをしていたなお前が女であることを知っている者はよいか。 これからは何があろうともお前一人で寝るのだ。良いか何があろうともだ。義経。 明日より我らはベゼルを行く。次に会うのは行くそばだ。 私とお前は、こんなところで決して死に別れぬ。恐ろしくなったら私を思い出せ。戦場で立ち別れようとも、私がいると。 義経見事難所を突破し我が大手軍に合流するのだそして共に平家を討ち滅ぼすぞ。 想定以上に時間がかかりすぎているこのままではおい早く進まうが影時殿イラついているなこうも悪路だとは誰も予想していなかったからなしかし 後軍が遅れてしまうとこの作戦は成功しません。 さすがは断崖絶壁と歌われるヒヨドリゴエキシマサルはこのことかまずいここを抜けたとしてもまだ距離がある馬をかけさせても間に合わんサナオあれを見ろ 敵は目の前なのですがねっ殿あの声はくそもう始まってしまったのかこのままでは頼朝殿の軍勢が どうしたシャ待て,待ってなないいられないとにかく先へ 無理ですこの道では急ぐどころか、崖から真っ逆さまですよ 何をむちゃくちゃだ命がいくつあっても足りはしないぞこんな絶壁を馬で駆け下りるなんてできるわけがない 一人でだと。<laughs> シャノオトロ。う、嘘だろ。なんという無情。 この崖を馬で駆け下りるなどほうけている場合じゃないシャランを追うぞバカな正気ではない <laughs> 無理についてくる必要はありませんですが私たちは友と共に参ります行くぞ 相手は俺たちより少ない叩き潰せあ。軽いうどうやら頼朝はここで完全に俺たちを潰したいみたいだけど軍の数が足りないみたいだね 西の塩谷口からも攻めてくると思ったが山越えで苦戦しているのだろうそれならさっさとこっちを全滅させちゃわないとねおい油断するなよ何それ俺がやられるとでも 戦場では何があるかわからないと言ってるんだ俺は向こうへ行くいいか重平死ぬなよ <laughs> お互いにねんなんか騒がしいよ、ね 嘘だろなんだ、あれ何を騒いで <laughs> あれはよしつれ <laughs> 崖から馬ごと降りてきただと 一体何者だ 義経、生きてたんだね。その上崖から降ってくるなんてさ。兄上は一の谷の正面。生田の森でお前を待ってたんだけど、まさかこっちに来るなんてね。俺の方がついてたみたい。<laughs> やっぱりお前は面白いね。うん、今日こそ絶対に連れ帰ってやるよ。 最初から力を使ってるのかそれなら俺も遊んでる余裕はないかなさあこの前の続きをしようかお前やっぱり早いねでもまだまだ、はあ これはどうだ。これも防ぐか。やるね。 助け立ちいたしますな、なんだまた崖から降りてきたぞ殿この奇襲で平家は混乱していますこのまま大手軍と挟み撃ちにしましょう,うシャナオまた我を忘れているのか そのようだな、早くお止めせねばーーシャナをしっかりしろ 早く大手軍と合流せねばなりません生田の森の方へ向かわねば何ぼーっとしてるんだよ 倒したぞし、シゲ様が、急ぎ救出しろいかん殿が暴走されたままだ追いかけるぞ

あの男は <laughs> 義経はこちらにはいないのかな平の友盛だなその首討ち取ってやれかかかれー

頼朝様どうしよう分が悪いよこのままじゃやられちゃう待てあれは。

《<笑><笑>義経様ものすごい強さだ敵を次々斬り殺してるよ!》あれは藤川の時と同じ力か。 ようやく会えたね義経向こうの方から来たようだがそちらには重衡がいたはずまさか彼を倒してきたのかなああそのように血まみれになって思った通りだ真っ赤に染まったそなたは美しい <laughs> 帰り血に染まる姿も良いが私はそなたが傷つき涙するのも見たいのだ行くよ やはりそなたはりこちら側なのだ、ね、源氏のそなたがどうしてその力を持っているのかな私がその秘密を暴いてあげようああそれからもう一つの方もそなたが姫君だという秘密もね しかり我を失っってしまっているのだ、ね、かわいそうに。だが、やはりそなたは、そうして傷だらけになって戦う姿がよく似合う。無価の微玉に興味はないのだ。さあ、私の刀でもっと傷つくといい。 さあ、打ち返してごらん。そなたはもっと戦えるはずだよ。す、すごい戦いだ。タカツナ、急ぎここに弓兵隊を編成せよ。援護射撃の準備を。 あいつにだけ戦わせるわけにはいかないふフ <laughs> 楽しいね義経期待外れだったらどうしようかと思っていたがよかったよだがもう体の限界かな こんなに力を使ったのなら無理もないそろそろ終わりにしようかおとなしく連れ去られてくれると助かるのだが。 どうやら力が切れたようだね。 力に振り回され、覚えていないのかな。ご覧そなたの周りは屍ばかりだよ。 ああもう立っているのもやっとのようだねすぐに連れていって差し上げよう。 今助けるぞ。第二陣前、夜風の続く限り居続けろ。うっとうしい。面倒だが、この場にいる者たちすべて殺してしまうか。 そのようなフラフラな体で一体どうしようというのかなそなたはこちら側だというのにあくまで向こうの味方をするのか 何を言っているのか。これだけ同じ力で戦っておいてまだ違うというのかなうんそこまで強情なら嫌をなしに分からせてあげようかそなたが私たちの腹からだということを みんな、突っ込め平家の大将首を上げるんだ <laughs> <laughs> これはちょうどいい餌の方から来てくれるとは平知盛義経様を放せ <laughs> もう遅いな何あれ ああ… <laughs> ば、化け物だ人が干からびたぞ なんだ、今のはハ食 <laughs> らっただけだよさあ次はそなたの番だ。 ああそれは違う食らうのはそなただ殿を放せ そなたらはおとなしくしておいで動けばこの者の首をへし折ろう何を う <laughs> 動けもしないのに威勢がいいではそのようにしてみるかい私の首を噛み切るのだろう か <laughs> かったかな今そなたが最も欲しているものだよこれが我らの生きる糧、生命の源泉正気だ。 <laughs> 遠慮がないねだがそれでいい本能のままに気を食らうそなたもまた美しい <laughs> ああ姫君。 今度は私の番だ。私にも、そなたの気を味わわせておくれ。 この者を話せなんだい邪魔をするとは無粋だね そなたはそこで見ておいでとても動けるような状態ではないだろう無理をしてはいけないよ何せあれほどの力を使って暴れた上に。 初めて人の気を食らったのだから <laughs> 今さら否定するのかいそなたが一番よく分かっているはずだ <laughs> 流れ込む熱いものに抗えなかったろう初めて食らう人の気の味は いかがだったかな何をごちゃごちゃ喋っている貴様の相手は私だ、うん、それほどまでに死にたいのかそなたは一体何者だ 私は源頼朝今ここで貴様を討つそうそなたが源氏の通領かならばこの者の未練を断ち切るためにも今ここで切り殺しておこう少しは楽しませてくれるかなはっ リア <laughs> <laughs> なるほど腕は相当立つようだだが所詮は人間の力すぐに楽にしてあげよう <laughs> 衣類の力か ハハッなるほど言えて妙だまったく忌まわしき力だよ <laughs> ひるまず挑む姿勢はさすがといったところか。 ああ、待たせてすまないね義経今この者を殺してそなたを連れ帰ろう何を言っている何を <laughs> この者は我らの腹からそちらにいるべきでないそう源氏でなく我らの姫君なのだっ <laughs> 姫君だとおやその様子ではそなたも知っていたようだねあの者が女であるということそして源氏の人間ではないということも <laughs> 隠しても無駄だよ。 血ののががりがないいことは分かっているのだろう <laughs> そなたのそれは兄のものではない嫉妬に狂った男の目だなんだと <laughs> だが安心して死ぬがいいあの者はそなたの代わりに。 私が存分にめでてあげよう貴様さてそろそろ終わらせようかくっ,くっ <laughs> さあ、これで終わりだ <laughs> そなたあの状態でまた力を使ったのか 無理をしない方がいい。先ほどあれだけ暴れた上に、人の気を初めて食らったのだ。うんっ…んっ…んっ… 必ず殺す。そなたは私に必殺を誓ってくれるのかい？その身がどうなろうとも。<laughs> <laughs> それはとてもいいね。 姫君そなたをこのまま連れ帰るのはやめたそれよりももっと面白いことになりそうだからねたとえその身がどうなろうとも私を滅ぼしてくれるのなら私は全力でそなたを迎えよう今日のところは退散するとしようか再びそなたとまみえる日を心待ちにしているよ 逃がすと思うか <laughs> 私に構うよりもその者の,の心配をした方がいいあの状態でまた力を使ったのだから相当苦しいだろうそなたの気でも食わせてやったらどうだ みんな今だかかれ 源氏の者達を、よく聞くがいい義経あの者は私たちの腹から今しばらくは預けておくがいずれこちら側にいただくそれまで丁重に扱うようにいいね逃がすなおえ Sí. <laughs> 三種の神器を取り戻すことはできなかったが俺たちは勝って平家は四国の方へ逃げたこんな上々な結果だっていうのに<笑><笑>みんな暗い顔をしているな。 無理もないだろう。兵たちがあの様子では。お、おい、見たか平の友盛み。見たぞ。あいつに捕まった兵が、みるみる間に干からびて死んじまった。ああ、どうしてあんなことができるんだ。あれは人間じゃない。化け物だ。 しかも義経様のことを腹からだって言ってたんだ仲間ってことか義経様も人とは思えない戦いをしてた血まみれになりながら敵を次から次へと容赦なく切り殺して一体何だというんだやはり仲間ということなのかああ 同じ化け物なのだきっとおいお前らいい加減にしろよこれ以上言ったらただじゃおかない申 <laughs> し訳ありませんまったくどいつもこいつも好きかって嫌がって 本当にあいつはどうしてしまったんだあの力か殿は力に飲まれてしまっておるこのままでは本当に修羅の道に軍神がごとき強さとは思っていたがあれほどまでに恐ろしき力だとは殿にはもう二度とあの力を使わせたらダメだ だが、平家との戦いが続く限り、それは難しいだろう。俺は、もうシャナーを戦わせたくない。これ以上ボロボロになってほしくないんだ。拙者も同じ気持ち。殿はもう、戦いから降りられた方がいい。だが。 殿がそれをよしとしないか源氏のため頼朝様のために何があっても戦うだろうなくそ今その頼朝様がずっと殿について見てくださっているが殿はどうなってしまうんだろうな 何度言えばわかるのかなそなたはこちら側その力が証拠だふふ、<laughs> 強情だねだがそなたは人の気を食らっただろう ならばあの時の時感覚は嘘だったと。体中が熱くなり力が湧いただろう。早く認めて楽になるといいそなたは源氏にいるべきものではない私たちの腹からなのだと。 苦しいのか。 お前の手は傷だらけだな。どれほど刀を振るったのか。皮膚は裂け血豆は潰れて。 これらの傷はすべて私のために戦ってできたものただひたすらに私を思いこんなにも身を費やしてくれるお前を愛しいと思わぬわけがない義経 私の気を喰らえあの男が一体だお前にはまだ人やらが必要だと体が苦しいのだろう 義経お前に苦しい思いはさせたくないそれに私もお前に返したいのだお前がその身を費やすように私もお前にこの身を捧げる頼むから私をくらってくれ。 私も、父上たちの命を喰らって生き延びた。お前が人でないというのなら、私も同じだ。それに私は、たとえお前が人でなくとも構わない。 でなくとも人でなくとも私とお前との間にこの珠玉がごときつながりがあることに何ら変わりはない。 お前も感じるだろう、私たちの間にあるもの。ならば信じろ。 義経私の気がわかるか 《気分気分はとてもいい》《こうしてお前に触れられたのだから》 そうか。 あ,あこたびの出陣の前に常は御前から聞いたお前は常は御前の子ではない。 池の善にがどこからか連れてきた平家の子だと。 お前のことは池の善にから聞いていた私が捕まり流刑となる前にそれは分からぬだがあの人はお前には力があると言っていた清盛の血を断つ者だと 池の前には清盛の血を憎んでいた。もしかしたら力はその力来ているものなのかもしれぬ。 と重平そしてお前かそれは分からぬそもそも本当に清盛の血にそのような力があるのかも分からぬのだだが知盛 あいつのことはよく覚えている平治の乱の折まだ年葉もいかぬ幼子なのに誰よりも強く冷酷に戦っていた此度の戦いあの男は本気で戦ってはおらぬだろうだがその力の片鱗は垣い見た もし、あの男が本気になったならどのような選局を迎えるのか。 安ずることはない何があろうともお前は私が守る。 《まだ体が苦しいのか?》ならばもう少し気を食らうといい。 分かっている。 なぜ笑うのだそうだったか。 痛がってなどおらぬだからなぜ笑うのだ表情など 必要なかったからなそうかだがお前はそのように笑うとまるで女にしか見えぬ弟だと信じていたのが 不思議なぐらいだ私が兄でなくて悲しかったが兄である私を慕ってくれていただろうお前がいればいい。 身内だからお前に惹かれたわけではないお前だったからだ義経お前の出生など私には微塵も関係ない。 たとえ本物の血は繋がっていなくとも何事にも代え難い絆が私とお前にはあるのだ。 俺らの傷は全て私のために戦ってできたものただひたすらに私を思いこんなにも身を費やしてくれるお前を愛しいと思わぬわけがない。 まさかあの一の谷で負けるとはあれほどまでに強固な妖怪であったのにしかも平家の名だたる武将たちが多く撃たれ捕らえられてしまったまさか重衡までやられるとはな智盛、気落ちしているとは思うが次の戦いお前も本気で頼むぞ わかっているよ。もう遊ぶのはやめだ。あの者は、たれに戦うには惜しい。本気で戦ってこその相手。あの者が、平家を滅ぼす。そう強い思いで戦いに望むというのなら、私も本気で迎え撃とう。おじゆえ、次の戦い。 大将は私にお任せください何だとお前が大将を申し出るなど友森、本気なんだなああ本気だともこうして再会へ逃げるのにも飽きてしまった次の戦いで終わりにしよう 義経そなたが私の長年求めていたものなのだろうかそなたが私をも凌駕する圧倒的な力で平家を滅ぼしてくれるというのなら <laughs> とても楽しみだ待っているよ義経。 一の谷から逃げた平家は四国の方へと向かっていきました恐らくは屋島かと引き続き偵察兵に様子を探らせておりますこちらの被害状況はは合わせて300ほど短期決戦を喫したおかげで死傷者は予想よりも抑えられました とはいえ、平家の兵力は決して侮れぬまして向こうは強大な水軍を擁している勝ちにおごる暇はない次の戦いはさらに熾烈を極めるであろう平の友盛あの男が本気となればなおのこと殿ではこの後の動きは 兵の立て直しと次の戦いへの備えのため京へと戻る急ぎ準備を進めろ承知しました殿それと一つよろしいでしょうかどうしたその実は兵たちの士気が下がっております 逃げ出す者も何人か出る始末で何だと義経殿です何皆恐れをおののいております口々に人間ではない化け物だとバカなことを。 ですが兵たちが恐れてしまっているのは事実このままでは軍事に支障をきたします殿義経殿はあくまで勝つための道具だとそうおっしゃったことに変わりはございませんでしょうか <laughs> 私は殿が平家を討ち滅ぼし 新しき世を築いてくださることを信じております。いえ、私だけではありません。ここまでついてきた武将や兵たち、皆がそれを、殿に望んでいるのです。平家を倒すのに、義経殿の力は必要でしょう。ですが、殿。 あなたにはその先があることをお忘れなく新しき世を築く時何よりも大切なのは人心でございます平家は人心が離れてゆきこうして世を転覆させられたのです殿どうかそのことを心にお留めください ええ、そうです。おそらくは四国の屋島へ向かったと思われておりますこのまま屋島に攻め込めばいいのに京に帰るのか 殿こちらへ出立の準備をせねばなりません殿にご確認いただきたいことがたくさんございますのでああそうだったな急ぎ戻ろう 行きと違って歩きやすい道でよかったな行きは隠密行動だったからな山深い道で難儀したこれならのんびり行けるだろうただのぶ獲物がいたら殿のために取って差し上げたらどうだおお殿 俺がいくらでも取ってやるぞそれはほらもう戦に向かうわけでもないからな。 のんびり行こうという考えだ大勢と共に行動しては気が休まらないでしょうああこれならゆっくり進めるからなそうでございます殿はあれだけ活躍されたのですからまだまだ休息は必要 ゆるりと参りましょう。 殿大丈夫かやっぱりまだ本調子じゃないんだろう急ぐことはございませぬ遅れようとも殿のご負担にならぬほうが大事ああそうだ 殿本日の宿のご用意ができました本陣はこのまま宿場町の外にて野営をいたします義経はどこにいるあいつは先の戦いで倒れたばかりこちらへ呼んでまいれ殿私のご忠告をお忘れでしょうか兵たちは義経殿を恐れております 必要以上に関わられない方が殿のためですお前が行かぬのならば私が呼んでこよう殿わ <laughs> かりました私が呼んでまいりますのでしわしお待ちを。 今日の抗軍はここまでもようだな私たちも休めるところを確保せねば 離れて休まれた方がゆっくりできますよそうだその方が気兼ねなく寝られる義経殿 まさか本陣からこれほど離れたところにおるとは探すのに苦労した殿がお呼びだ一緒に来てもらおう。 それでわざわざ梶原殿自らがこちらにお待ちくだされならば拙者たちも友を用があるのは義経殿だけだお前たちはここで待てしかし ですが…なぜあんなにも遠く離れたところに。 戦に向かうところではないとはいえあんなにも離れていたら何かあった時にどうするつもりか家臣の では、一の谷を出てからずっとあの調子だったと。<laughs> いや、殿がいらっしゃるのはこっちだ。急ぎ参るぞ。 これは、梶原殿お疲れ様でございますこんなところへ一体どうされたのですか義経殿を呼びに来たのだよ義経殿えっ本当だ あなたはシロをあんな形で殺した知盛の仲間なんだろいっっ殺されたくない逃げろ おかかりか源氏の兵たちは皆あなたを恐れている。何でも人ならざる様子だったとか。 義経殿、平家を倒した先殿にはなすべきことがあるのを知っておるかあなたはその妨げとなる。 新しき世を作るために何よりも大切なのは人心だその人心から背かれることは絶対にあってはならぬだがその人々はあなたを恐れているまことのことは分からぬが平家の者があなたのことを「腹から」と言っていたとか。 ならば、あなたは頼朝様の弟ではなかったのか我らをたばかっていたのかだが問題はそれが事実かどうかではない人々がそれをどう思うかなのだ源氏の棟梁たる頼朝様が 人ではないと恐れられるあなたと関わるだけで問題なのだ平家を倒すのにあなたは必要それは事実だが殿のことを思うのであればこれ以上殿に近づくべきではない 遅かったな。体の方はどうだそうか。お前の様子が気になったのだ。今日はまだ。

まだ本調子ではないだろう。野営は負担がかかる。今宵は、お前もここで休むがよい。 な意見だな気にする必要はない正しきことならば上下を気にせず誰であろうとも言って叱るべきもの 急にどうしたというのだ お前一人に戦わせはせぬ。私もいることを決して忘れるな。義経… 道に迷わぬようしっかり確認せねば大丈夫だ無理はするなよ。 状況のほどはは忠信弁慶春元はいまだ現地にとどまり義経様が消息を絶たれた宿場町を中心に引き続き捜索を行っておりますもっと捜索の範囲を広げたいのですが手が足りず苦戦しております人手は先日増したであろう せっかく用意してくださった兵たちですが捜索過程で逃げ出してしまいそれはあいつを恐れてかあはいそうか状況は分かった捜索は一旦切り上げ残っている者たちを京に戻すがいい 捜索を打ち切るというのですかこれだけの日数探して手がかりの一つもつかめていない事故などではなく意図的に姿を消したのだろう思えば最後に会った夜あいつの様子はいつもと違っていただがあいつは戻ってくる 次の戦いは自分に任せろと言っていたならばこちらの動向をどこかで伺っているはずそう考えれば思いのほか近くにいるのかもしれないでは今日に戻られている可能性もそうだご自分に任せろとは また一の谷でのような戦いをされるおつもりなのでしょうかあいつが決して約束をたがえぬことは分かっているだがしかしその上であいつは私の前から姿を消したそれを考えるとえも言われぬ不安に襲われる 義経、お前は一体どうするつもりなのか こっちもグズグズしていられないなちょっと本気出すかなるほど腕は相当立つようだだが所詮は人間の力 すぐに楽にしてあげよう <laughs> 衣類の力か。 ではないのか。妹でなくとも、人でなくとも、私とお前との間に、この珠玉がごときつながりがあることに、何ら変わりはない。 待っっておった。そなたに話がある知っていたのかそうか頼朝殿はお前を探してここまでいらしたのだだがわしからは何も話してはおらぬ。 のように謝る必要はない。だが本当にそなたは次の戦いに赴くつもりなのか義経、ね、まさかそなたの出世に。 このような大きな秘密があるとは思っていなかったそうとも知らずわしはそなたに源氏の子として打倒平家の志を植え付けようとしていたなど だからそなたはそのために戦うというのかその後のわしの話も覚えているか そのような悪鬼がごとき破壊を行う者の,の末路は悲劇だと。 以前よりもさらにそなたの覚悟は固くなっているのだなだがこれだけは忘れるな頼朝殿は決してそなただけにその役目を負わせるつもりはないとあの方も模索されている言えることはそれだけだ 堀友様、どうかご分を今度こそ平家を倒してくださいすごい人手だなそれだけみんな今度の戦いに期待しているということか殿もどこかでご覧になっているのだろうかああおそらくは。 と戦場に駆けつけるおつもりなのだろう。シャナオ、無理に戦に来ることはない。ただ、お前が無事であることを祈っている。 軍のの顔ぶぶれももだだ。いぶ減った一の,の谷では平家の名だたる武将たちが多く討たれ捕らえられてしまった熱森、忠則殿それにまさか重衡までもがやられるとはあれほどの力を持った男がな。 友森、お前も気落ちしていることとは思うが。そうだね。あれがやられるとは思ってもみなかったよ。しかし、今は痛む時ではない。散っていった者たちの無念を晴らすためにも、この先をどう戦うかを考えねば。 どう戦うかね明日は総力戦平家のすべての人間を船に乗せて戦いに挑もうすべてそう妖艇はもちろんのこと徳子も女官も平家に名を連ねるものはすべてだ女子供まで だがしかし妖廷や女官たちは代理にいたままの方がよいのではあるまいか陸に残してどうするというのですそちらの守りに咲く兵はありませんそれに妖廷とその母が戦場にいるというだけで全軍の士気は格段に上がるというものそれはそうだそれに父上 俺たちはもとより明日の海戦で源氏を全滅させるつもりなのだ知盛もその自信があるからこそ言っているのだろう <laughs> <laughs> そうかわかったならば明日は知盛の言う通りに。 ええ平家の全てをもって戦いに臨みましょう明日が最後の戦いとなるのですからいよいよ明日は決戦だが殿はまだ見えないか よりともさまと約束したんだろう。なら、殿は必ず来る。ああ、あいつはそういうやつだ。来るなと言われても来るだろうな。よりとも殿も、それを信じているのであろう。いつもと変わらぬ様子であるな。皆、集まっているな。 平家の軍は彦島付近にて陣を張っている明朝これを叩く。おそらく次が平家との最終決戦となろう敵の総大将は平友盛他に範常などもいるがどう配置してくるかは不明だ我らの目的は平家の滅亡そして ご白河法皇様より命じられている三種の神器の奪還だ。決戦場所は壇の浦だ。ここは潮の流れの変化が激しく海の難所として知られている。まず早朝から午前の間、潮は凄まじい速さで東に向かって流れる。つまり平家側に有利な流れとなるだろう。 地元の漁夫の話によると潮に逆らって船を進めることは不可能に近いんだってならばどうやって平家に攻め入るのですかこの潮は昼を過ぎると逆に西へと向かって流れ始めるその流れを利用し反撃に転ずるのだでは それまでは防戦一方ということでしょうかここ一帯は平家の拠点奴らは瀬戸内の海を知り尽くしています潮流が有利なうちに決着をつけるつもりなのではないでしょうか猛攻撃を仕掛けてくるだろうなそれでもこっちは耐えるしかできないなんて 多くの犠牲が出るのではありませぬか無論分かっているだがそれより他に打つ手はない流れが変わる昼まで何としても持ちこたえねばならぬいっそのこと潮の流れを待たずいち早く大将を見つけ決着をつけることはできませんでしょうか 我ら源氏は海上戦を増えてとしております損害を出しながら捨て身でかかってくる平家の勢いを午後まで抑え込むのは至難かと言ったであろう潮の流れに逆らい進むは不可能敵陣の中心部にいる大将ならばなおのこと近づくこともできぬくそ 陸上での戦いならいくらでも攻め入ってやるのに潮の流れでそれもできないなんてですが多くの犠牲を出してしのいだところでその後形勢逆転できる保証もありませんとの今一度策を練り直した方がよろしいのでは だ勝手にいなくなったあげく今さらのこのこやってくるとは。 でも潮に逆らって敵の中まで行くことはできないんだよ跳躍するというのかそんなこと。 じゃなお殿そのお力を使うのはですが。 義経その前にお前と二人で話がしたい外へ。 のの波の向こう彦島に平家の本陣がある明日夜明けと共に出陣する。 義経一つ聞きたいお前は私のところへ戻ってくるつもりはあるのか知盛を打ち倒し私のもとへと。 戻らぬつもりか。よもや刺し違えて倒そうというのか生きて戻るつもりはないと。 お前の言う通りこたびの戦い死中の道を避けての勝利はないだろうだが死を覚悟して臨むのと死を望んで戦うのとは違うなぜ死中に活路の希望を見出そうとしないなぜ生きて戻ろうと思わぬのだ お前はここで、私と死に別れようというのか 自身で役立つことが本望だと生きて再び会おうとは思わぬのかこうしてまみえ言葉を交わすことが二度とできなくてもいいというのか 義経私の目を見ろ私は。 《お前が来るのを待ちわびていた》《何も言わずに消えたお前を私がどのような気持ちで待っていたか分かるか》《こうして触れることをお前が消えてから幾度となく願った》 自然の死も持ってはならぬとかくなになっていた私に一人ではないと安らぎを与えてくれたのはお前だそのお前が今度は全てを捨てようというのか根性に何の未練もないと 義経お前の答えはすべて王だが反応はすべていいなと言っている私ではお前の心残りとはなり得ぬのか これまで何も望んでこなかった。私が生きる全ては、天命のためだと。初めてなのだ。こんなにも何かを望んだのは。 お前の未練となりたい。生きて再び会いたいと強く思うように、お前に、私を深く刻みつけたい。 ならばなぜそのようにせる義経お前は以前蔵まで誓ったな私を慕い続け 私に付き従うとお前は誰に忠誠を捧げたのだ他の誰でもない私であろうならば私だけを見ていろお前が 忠誠とその心を捧げた私に、その身も捧げてくれ。お前のすべては私のもの。たとえお前であろうとも、その命を自由にすることは許さぬ。義経、私のために生きろ。決して死んではならぬ。 生きて私のもとへと戻ってくるのだそうだそれが私の望みお前だけだ そばにいて欲しいと願うのは、お前が私を思うのなら、私のそばで生きてくれ。明日の戦い、必ずや共に生き残るのだ。 お話はもうよろしいのですかでは…任せたぞ、義経 だが、知盛相手に無策でかかるつもりかお前の体のことも心配だそれについては一つ策がある策それは一体 一体どこにいたんだ。俺たちがどれほど心配したと。との。 本当か、シャナオすっきりした顔をなさっていますねそれでこそ我が君ああ 当然俺たちだって死ぬつもりなんかないお任せくだされ平家には負けませぬああもうこれで終わらせてやる。 見ろシャナオ。やはり潮は恐ろしい速さで東へと流れている源氏の船は精一杯老いをいでようやく進むような状況こちらから敵陣に切り込んでいくのは 難しいですね見ろ兵家の中から何隻か進み出てきたぞ こっち側の戦闘近くまで来た交戦するよ矢をかけろ なんて速さだくそ、方向転換しろ源氏を逃がすな船を接触させて乗り移れ一人でも多くの源氏を討ち取れ平家の力を見せてやるのだ やはり会場での戦いは、平家の方が圧倒的に慣れているようだな。やはり平家は、この時間帯の有利な潮流を利用し、一気に決着をつけるつもりなのでしょう。頼朝殿の予想通りですな。あの激戦の中心にいるのは、能の登の神ノリつねだ 源氏の戦闘の船が次々と沈められております頼朝様ここは俺たちにお任せください別船より戦闘に向かいますシャナオお前は知盛モモと戦うのだろうならば他の武将と戦うのは俺たちの仕事だトロ 向こうは我々にお任せくださいああどうせなら骨のある武者と戦いたいしなこれ以上の被害が出ぬよう抑え込んでみせますいいだろう範常はお前たちに任せた。 ああ、シャナオ必ず生き残れよ当然だでは行ってまいります。 フフ <laughs> あれは平の友盛か奴を討ち取れば我らの勝利だだけどこの潮じゃここからあんな敵陣の中心部まで行けませんよ はははようやく会えたね義経そなたは私が長年求めていたものなのか 昨日の話忘れてはおらぬだろうな。必ずや生きて私の元に戻ってくるのだ。 これは <laughs> そうそなたもこの力を自由に使えるようになったのだねようやく受け入れたのかなその力と己が人ではないことをフフフッ けなげなことだ。ならばその覚悟、見せてもらおうか なんだあれは2人とも何という跳躍力なんだあんなの人間技じゃないぞ <laughs> どうやら我を失ってはいないようだねあれほど拒絶していたこの力をすっかり受け入れたようだ <noise> 私のためとは嬉しい限りだね。 そう、そなたはまだ源氏に組みするのかこちら側だということはまだ分かってもらえていないのかな <noise> どういうことだい <laughs> 誰かから聞いたのか おばあさまが おばあさまか。はははははそれは本当かい私たちを滅ぼすために同じ血を持つそなたを。はははははははなんておかしな話だ。腹からでどうしちをさせるなんて狂気の沙汰だ。 それほどまでにこの血を憎んでいたのかまったく愉快なことをしてくれるそれで義経そなたは血に乗っ取り平家に戻らないのかい源氏を選ぶというのかあの人頼朝のことかな そう。そなたたちは兄弟ではなかった。間を阻むものは何もないということか。それよりも、その話が本当ならば、同じ血を持つ私こそが兄と呼ばれるべき存在だったとはね。<laughs> <laughs> そなたが血を分けた妹というのは悪くない。 忘れない、ね、憎しんだというのにその絆とやらのつながる先にいるのは頼朝なのかハハハハハ そなたは私に必殺を誓ってくれたのだからねならば妹よ私をも凌駕する力でこの兄よ全てを滅ぼしてくれるかいああでもそなたとならばもう少し生きるのもいいかもしれないね私が勝ったなら共に生きようか兄と妹のたっ フフフフフ。 頼朝様義経様が敵対象友森と接触打ち合ってるよ今すぐ援護に行きたいけどこの時間潮はまだ東向き潮に逆らいあの場所までは行けない作戦通り今は時を稼ぎ潮の流れが変わるのを待つより他はないだが 流れが変わると同時に一気に仕掛ける。そのための編成だ。この船を中心とし、左右に展開を防ぎ屋をしながら時を稼ぎ、陣形を整えるのだはい義経、それまで何としても耐えろ。決して死ぬな そなたの力はその程度なのかなもっと力を解放したらどうだい人のままでは私には勝てないよ躊躇がないのだね。この間とは大違いだ。 ほう、ずいぶん潔いことだ。どういう心境の変化かな <noise> 受け入れる たかが人間風情が何を知ったふうな私たちがどれほどの化け物かも知らないくせにね少しは現実というものを見せてあげよう頼朝にもそなたにもね 本気で望まねば、あっという間に殺してしまうよ逃がさないよ どうしたこの程度の力なのかい 邪魔だそれがどうしたそんなことよりも逃げているだけでは私は倒せないよ。 殿が知盛と戦っているぞ押されているのか次から次へと船に飛び移って逃げているようだがどうした 人を捨ててでも私に勝つのではなかったのか私を失望させないでおくれ。そなたは私が求めていたものではなかったのかな <laughs> やっとその気になってくれたかな <noise> なるほどでは受けてたとうではないか <noise> へっ <laughs> 何という戦いだ2人とも尋常ではない速さだ目では追えない攻撃が増えてきているな今のところ互角といったところかいや知盛の勢いに徐々にシャナ王が押されてきている。 う腕足と切られて血が流れ出してきたねそなたはどんどん美しくなっていく。 うんどうしたもう終わりかなそれで降参でもするのかい <ん> <laughs> 一発逆転を狙って一撃にかけるのかな面白い付き合おうではないかどちらの切っ先が届くかな無論避けてもいいのだよ <laughs> そうか。<coughs> <coughs> <coughs> 惜しかったね。もう少しで私の喉元にその刀を突き刺すことができたのにこのまま殺すのが惜しくなってしまってね。 ここまで楽しく追ってきて簡単に殺してしまうのはもったいないそれに言っただろうそなたとならば兄と妹のただ2人朽ちるまで生きてみるのも悪くないと。 何が言いたい 何皆<ー>よくぞ耐え忍んだ今天は我らの頭上にあるこれは我らに反撃の時を教えるものそして平家の応募を許さじと 聖堂のもと立ち上がった我らの上に輝くものだ今この瞬間、潮流が変わるこの流れに乗り、一気に兵器を撃て<ー>あれは、源氏 潮の流れが変わったか時を稼ぐためにそなたは逃げ回っていたのかな 作。 《<laughs> 小賢しい真似よ》だがたかだか矢を射るだけで私を倒せるとでも思ったのか この刀で、やってくる源氏どもをすべて葬ってやりたいところだが。今の私にそれだけの力は残っていないか。どうやら、そなたの戦略にまんまとはまってしまったようだね。ならば、戦はこれまで。さあ、義経。私と共にここを離脱しよう。 《<laughs> これは》どういうことだ 《<laughs> これが策とやるか小賢しい真似を》 頼朝様義経様が立ち上がったよみんな矢を止めて弓を置きロデ船を進めよ急ぎ義経の援護に向かう <laughs> どうしたのみんなよ義経様は化け物です あんふうに戦えるなんて人間じゃありません <laughs> このまま知盛と一緒に撃った方がいいんじゃな<っ>頼朝様は本当にあの義経様を助けられるおつもりなのですか 以前にも言いましたが新しき世を築く時何よりも大切なのは人心でございます人々が恐れる義経殿のことはどうかお捨ておきくだされ <laughs> 化け物か人と違う ただそれだけで我々のために血を流したった一人で敵対象と戦っているものを見捨てるのかなぜ化け物だと断じるむしろ誇れないのか古き巨大な勢力を打ち倒さんと挑んでいるあいつが己の将であることを これまであいつがどれだけのものを守ってきたと思っているそんなあいつが今守ろうとしているのはこの国そのものだ国はお前たちの皆の故郷の集合体であろうそれを命がけで守らんとする者が化け物であるはずがない これ以上は時間の無駄だ高砂別栓を用意せよ私たちだけであいつの元へ向かうははい殿私はね 抗えぬほどの圧倒的な力で滅ぼされたかったのだよこんなものは納得できない望む形で終われぬのならせめてそなたと共に死ぬとしよう何が何でもそなたも連れて行くよ 差し合って共に死のうかそれとも抱き合って海に身を投げようか <laughs> 私だけ撃たれるつもりはないよ友盛様ご無事 潮流に乗ってやってきたのは源氏の船だけではなかったようだね我が軍の船も戻ってきたようだ今そちらへ火星に参ります頼朝様今までの船より小さいけどこっちの方が進みは早いよ高砂 急ぐのだ。平家の船が潮に押されて交代を始めたようだ前線にいた平家の兵たちが友森の援軍に向かってはまずいわ分かったよあと少しでお前のもとへたどり着くそれまでなんとか持ちこたえてくれ ここで口ちようかと思ったがこれならばそなたをさらって逃げることもできるかもしれないねそれがかなわぬとも私だけ離脱してそなたとの決着を次回に持ち越すことはできそうだ知盛様今参ります 見ろ源氏と戦っているぞ知盛様をお助けするんだ頼朝様平家の船がこっちよりも先に着きそうだよくそわ弓兵隊はさっきまで乗ってた船の方だしどうすればいいんだよ義経 よし、もう少しだ船を接触させて乗り移れもり様をお守りしろ源氏をたききるんだ 《<何>ううあっみんな!》 周りにいる平家の船に矢をかけろ義経様の船に接触させるな絶えず矢を放つんだお前たち。来てくれたの頼朝様、申し訳ありませんでしたあの方が、 義経様が俺たちのためにいろんなものを守ってくださってきたのは紛れもない事実です俺は石橋山の戦いの時に命を救われました藤川の戦いは義経様がいなければやられていました義仲軍から京を守ってくれました 俺たちはそんなことも忘れて人ではないと恐れてしまった源氏の将として立派に戦い続けてきた方を見捨てようとするなんてみんなそれに景時殿まで殿を一人で行かせるわけにはいきませんからな 矢を言えるのだ <laughs> 援軍は望めぬか そなたは私と同じ血を持つ者を死なばもろともだ待て よ,しね、よくぞここまで耐えしのんだあとは私に任せろ何をはあさすがのお前にもブスの毒は効いたようだな 源氏の大将も随分と小賢しい真似をする何とでも言うがいい義経一人に戦わせるわけにはいかなかったからなああっ <laughs> 平家はここで朽ちるか義経死での旅路へ共に参ろうこのまま私と大底へ。 させるき死ぬのはお前だけだこいつは連れて行かせない頼朝… <laughs> そのものは私の腹からそちら側ではないというのに何者だろうが関係ないただ私の愛するものそれだけだ <laughs> <laughs> これで終わる ようやく、私は中納言共盛教 ジュスーよしで、ね、しっかりしろ 現地に追い詰められ、自炊されましたなんだと潮の流れが変わった途端、味方の船も次々に沈められていますノリツネ様、一体どうすればとももり、まさかあの男までもが。くそエ家はこれまでなのか 義経最後に貴様とやり合いたかったそれも叶わぬとは徳子様十納言共盛卿受水でございますそんな、父上、重平についで。 まさかお兄様まで行ってしまうなど私や帝は一体どうなるのこのまま源氏につかまれば一体どんな目に遭うのか母上帝 波の下にも都はありますきっとここよりはマシでしょうあなたはそこで帝となるのですさあ母と共に皆のもとへ参りましょう。 はなりはなりこたびの平家追悼ご苦労であったですが三種の神器のうち宝剣につきましてはついに見つけることかなわずまことに申し訳ございません。 なさか、徳子殿が仁義を抱いて妖帝と共に受水するとはせめて妖帝だけでも生きて都に戻らせたかったものだがこれもまた致し方なかったことかそれだけの犠牲を出さねばならぬほど 平家を滅亡させるのは至難の業だったということであろうだがこれで名実ともに平家に代わりこの京を守るはそなたたし源氏となったなこれからもよろしく頼むぞは ところでりも、覚えておるかそなたに貴族の娘を嫁に取れと申したことをその後平家追討で話がうやむやになっておったであろうどうだ追討が終わった今こそ話を本格的に進めてみては 義経入るぞちゃんとおとなしくしていたか体の具合はどうだ どうしたその格好ならばさすがのお前も無茶はできないであろうだが外にも出られず退屈かもう少し良くなったら どこにでも連れていってやろう何お前が平家の子だと その上女だったなんてそんな殿謝らないでください。 拙者たちがここまでついてきたのは、殿の肩書や性別ではございません。殿ご自身でございます。そうです。あなたが何者であろうとも、私たちが主と仰ぐ方は、殿を置いて他にはおりません。ああ、そうだ ですが「殿」などと言ってはなりませんねこんなかわいらしい方に対してもしお嫌でなければこれからは「姫」とお呼びしてもよろしいでしょうか何だと ああ、それいいね。うん、姫か。いいな、姫姫、何かあったらいつでも言ってくれよ。 療養中に人に会うのは傷にも障るだろう少し控えたらどうだ <music> 鍛錬ならば私が付き合おう。 まあ、こたびの戦いをねぎらってくださったこれで名実ともに源氏が平家に成り代わると。 あ,あ私に貴族の嫁を取るようまたおっしゃられていた。 どうしたそうか。 今日はもう休むのであろう。ならば私が一音まで運んでやろう。待たぬ。 なぜ先ほど顔を伏せた急に休みたいなどと言い出したのはどうしてだ 嬉しいからだ以前も同じことを言っていたな私が誰かと結婚するのが嫌だとだがお前は私の弟でも妹でもなかった。 そのような顔をするな最後の戦いの前に行ったことを覚えているか忠誠と心を捧げた私にその身も捧げてくれと義経改めてお前にこう。 お前のすべてが欲しい。これからの人生私と連れ添ってもらいたいのだ私が妻にしたいのはお前だけだ。 言ったであろう私とお前との間には何事にも代え難い絆があるとお前だけだ私に安らぎを与えてくれるのは私はお前の前でだけこのように笑えるのだ その、兄上というのはもう違うだろう。徐々に慣れていくがいいお前は私のただ一人の愛する妻なのだから。 Thank you. そうか。ならば今日はこのまま共に寝よう私もお前との絆を深めたいからだ <laughs> 冗談だ。 どうしたやはり今日はこのままお前を抱きしめて眠りたい。 義経お前は私の妹を肉親ではなかっただがお前は私の妻となる私たちは今度こそ本当の家族になるのだ そうだ、より強い絆で結ばれる私とお前は決して離れることのないつがいとなるのだ。 お前は私に忠誠も心もその身も捧げてくれた。私も同じだ。これからの生きる全てをお前のために。私をお前に捧げよう。義経。私たちは 決して離れることはない。と遠に、愛している。 아우! <laughs> で友を倒すなんてやるねえけどそれあんまり触らない方がいいんじゃないかなり強い毒が塗ってあるからうっかり触ると危ないよ yeah ちゃんと、兄の、言うことを、聞け。私は、捨ておけばいい。お前は、逃げね。 はい、終わり。いつまでもすがってたって意味ないよもう死んでるって分かってるでしょそろそろ飽きてきたしいい加減立ってよね もしかしかて壊れちゃったなんだよ面白くないなあまあいっかちょっと遊び足りないけど連れ帰るには不都合ないし。 一緒に帰ろう。お前はこれから俺たちのものだ。大丈夫。そいつのことなんて、遊んでたらすぐ忘れるよ。 己の信じる道を進むだけだ。 無理に突っ込むなど下策もいいところ。それでは私を倒せないよ。さあ、右腕はもう上がらないだろそこからどうするのかな うん、力は切れたようだが意識はうまく戻っていないようだね限界を超えて戦いすぎたのかすでにそこまで落ちていたのかいずれにせよもう終わらせるべきだな。 少しは楽しめたよ、義経さようなら。 ヨリトン様ダメだよ離せ私が行かれば、あいつが 己の信じる道を進むだけだ <laughs> まさかこんな稚拙な策にはまってしまうとは自分の力を過信しすぎてしまったようだね。 私をも凌駕する力で滅ぼされたいと願っていたがこれでは納得できないだが逃げるのは難しいかならば義経そなたとここで共に朽ちるとしよう Hmph! <laughs> 《<laughs> ダメだ義経口 <laughs> のならば》 そなたも共でなければ。 義経そなたの命を奪うまではかなわぬか義経 そなた自身を連れて行けぬのならせめてその一部でも予備の旅路の慰めにそなたの一部をもらっていくよよ義連 さまぁ。ー <laughs> そなたの形見は、底恒の国で、私が大切にめでよう。友りが受水したよ。組まれで引き上げるんだ。 よしつれしっかりしろ 義経気分はどうだ今日は夜風が心地いい後で少し風を入れよう。 義経つね。 お前が何を望んでいるのかは分かっている。だがすまない。私はお前を失うことはできない。たとえお前が。 死を望んでいようとも愛しい者を失うなどお前の意志も尊重せず己のためだけにお前を生かし続ける弱い私をどうか許してくれ。 平家は滅亡した。お前が知盛を打ち倒してくれたおかげだ私はこれから新しき世を作るお前はそれをこうして私のそばで見ていてくれ うしてここにいてくれるだけでいい。死なずに私のそばで生きていてくれさえすればいいのだ。 もずっと共にいてくれお前だけを十和に愛している。 次はそっちの源氏だ決して逃がすなよ我ら平家にあだなす者どもここで引っ捕らえろお 源氏め、おとなしくしろ ふ、うん。ようやくおとなしくなりよったか手間をかけさせおってバカなやつよなお前たち源氏が平家に逆らえるわけがないというのに。 己の信じる道を進むだけだ。 やあ姫君なぜ、とはつれないなそなたを迎えに来たのだよ。言っただろう そなたを屋敷に連れ帰るとそしてその身に抱えた秘密を暴いてみせよう、ね、あいい表情だわざわざここまで迎えに参ったかいがある私はそなたに興味があるんだ決して悪いようにはしない 私の姫君、もう倉間山に用はない。 邪魔をするやかましい者たちはすべて片付けた。ここにはそなたを知る者などもう誰一人残っていないのか